水落穂南は、日本の女性重量上げ選手。北本駅に掲げられたロンドン五輪出場を祝う、横断幕埼玉県北本市出身。身長148センチメートル。血液型大型。埼玉栄高等学校に入学後、重量上げを始める。2008年、全国高等学校女子、ウェイトリフティング競技選手権大会で 48kg 級優勝。 同年に、タイ王国のチェンマイで開催された第一回世界、ユースウェイトリフティング選手権大会でも、高校新記録を更新して、トータル4位で入賞。翌年の女子高校選手権でも優勝を果たす。2010年には全日本、ジュニアウェイトリフティング選手権大会に出場し、ジュニア新記録を更新。同年の世界ジュニア選手権でも優勝し、自身が打ち立てた。 高校新記録を更新する。2011年、平成国際大学に進学。在学中の2012年に全日本選手権大会に優勝。同年のロンドンオリンピック、日本選手団に選ばれ、女子4 8ラム級で出場し、大会では6位入賞を果たした。2015年4月、イチゴグループホールディングスに入社、同社ウェイトリフティング部に所属。 ロンドン五輪 48kg 級で銅メダルを獲得した高校の先輩でもある三宅博士実行知県選手の指導を受ける。2015年全日本選手権大会で優勝した。同じウェイトリフティング部に所属する安藤美希子は高校時代からの同期である。現役を引退して熊谷市役所で一般事務職をしている。ありがとうございます。